初代ウォルドグレーブ伯爵、ジェームズ・ウォールドグレーブ、グスタフルンドベリ作、1738年から1740年頃。初代ウォルドグレーブ伯爵、ジェームズ・ウォールドグレーブは、グレートブリテン王国の貴族、外交官、中央大使と中仏大使を歴任した。1685年、サー・ヘンリー・ウォールドグレーブ順男爵の長男として生まれた。直後に、父が、 ウォルドグレーブ男爵に除された。ウォルドグレーブはフランスで教育を受け、1714年にカトリックの女性と結婚したが、彼女が1719年に出産中に死去すると、自身がプロテスタントであると宣言、貴族院で宣誓して議員に就任した。このことがジャコバイトの間で論議をかもし、特にベリック公爵がウォルドグレーブを通列に批判したため、 プロテスタントとの宣言を疑う者はいなくなった。彼は、ロバート・オール・ポールを支持して、最初は1723年6月8日に、国王ジョージ一世の進出自重の職を得ただけに、過ぎなかったが、1725年9月11日には、特命講師として、パリに派遣され、フランスを売る十15世紀の結婚について、ジョージ一世と、王大使、ジョージの祝いをの言葉を届けた。 1727年5月27日、ウィーン駐在イギリス大使に任命され、翌日に出発した。数日後には、ジョージ一世一死去の知らせが届いたが、彼は構わず、認知に向かい、6月26日に到着した。在任中に、イギリス、フランス、オーストリア間で、パリにて締結された予備条約の履行に貢献した。 1728年夏のソワソン会議ではパリに滞在したが、その後はウィーンに戻った。その後、1729年9月13日にチュートンのチュートン施釈とウォルドグレーブ伯爵に除され、1730年6月に召喚された後、同年8月7日にホレーショワーオルポールの公認としてパリ駐在大使に任命された。パリ駐在大使としての任務は、 スパイ活動の支援、ベリック・コーなどのジャコバイトの監視、フランスとスペインの接近の阻止という3点だったが、特に3点目が困難だった。というのも、最初のアンドレ・エル・キュールド・フルーリーは平和政策を取ったものの、外務大臣ジェルマン・ルイ・ショーブランはイギリスへの怒りを常に刺激しようとした。ショーブランは、ジェームズ・ロー・シン王と陰謀を計画したが、1736年に、 他の文章を、ウォルドグレーブに渡すとき、老人王からの手紙を一緒に渡してしまうというミスを犯し、ウォルドグレーブは即座に入荷する公爵に報告、ウォルポールは5000から1万ポンドの賄賂を提案した。結局賄賂が行われることはなく、ショーブランは1737年2月に罷免された。その後も不安定な状況が続き、ウォルドグレーブが フランス海兵隊についてのジョークを言ったことで人気を失ったが、1739年10月に a 西週間でジェンキンスの耳の戦争が勃発してもフルーリーが仲介を述べてイギリスとの決裂を回避したため、ウォルドグレーブはパリに泊まった。1740年10月20日に新生ローマ、皇帝カール6世が死去したことで、ヨーロッパ大戦がついに不可避の情勢となったが、 直後に、ウォルドグレーブが健康を害して帰国せざるを得なかった。1741年4月11日、水首相により、ネーブストックで死去、同地の教会に埋葬された。1714年、カトリックのメアリー・ウェーブと結婚、二男一女を設けた。メアリーは1719年1月22日に出産中に死亡した。 ロバート・ウォル・ポールも、ジョージ2世も、ウォルド・グレーブ伯爵を高く評価しており、ジョージ2世は1738年2月20日に、ウォルド・グレーブ伯爵に、ガーター勲章を授与するほどだった。ありがとうございます。